ほら、和道がハッシュタグついてるじゃん。ここ。はい、みんな和道ツー。ふわふわ。はい、和道ツー。はい、和道ツー。暑いからさ、エアコン切ってもいい？エアコン切ってきて。外出れない。はい、和道ツー。ファンファーレさんいらっしゃい。和道ツー。資本主義が何なのかを語ろうか。こんばんは。資本主義について、右翼さんいらっしゃい。そうっすね、資本主義は詐欺なんじゃないかっていう質問があったので、ちょっと待って、テロップ変える。はい、ワード2、マンコさんいらっしゃい。よし。今日は資本主義について語ろうかなと思ってますね。もともと貨幣っていうもの、その貨幣っていうのがどういう仕組みになってるのかっていうのが知らない人が結構いると思うんだけど、貨幣ってなんだかわかる？そもそも貨幣の始まり、紙幣と貨幣があるんだけど、要は大怪物から始まってんのよ。かわいそうなのが一般労働者。それはマルクスも指摘してるけれども、なんかね、要はね、資本主義そのものを、この国は資本主義に今成り立ってるんだけど、資本主義を理解していかないとダメなんだよ。まあそこは知ってるよね、まゆみさん。じゃあ紙幣の始まりって何か知ってる？貨幣はもともとあったんだよ。ここ年齢層高いからわかるかな。もともとは銀行っていう制度が始まったんだけど、貸金庫から始まってるの。貸金庫から始まってて、貸金庫の受領書っていう領収書みたいなのあるでしょ。要は金何グラム、何キロ金預かってますっていう。で、金を取りに行ったりとかして、物々を流通させてたんだけど、そうそう、金の預かり証が貨幣の始まりっていう風に言われてんの。で、ここまでは何の問題もなかったんだよ。ここまではぶっちゃけた話、便利な道具にしか過ぎなかったんだけど、銀行っていうのが信用創造っていうのを始めるの。こっから知らない人いると思うんだよね。釈迦と遊んであげてもいいよ。そこ知ってる？貨幣、紙幣が始まりは銀行の金の預かり証なんだけど、そっから信用創造っていうのが始まって、例えば銀行の中に金が 100g しかありませんでした。トータルの 100g。ちょっと少ないけれども、あくまで例えだから。そしたら、金を貸し出してますよっていうのは 100g 分しか発行されてないはずの。これは金本位制って言われてるのね。要は金が銀行に何グラムあって、そう、金を預けてますよって、それぞれに分配、領収書を分配するじゃん。それは 100g 分しか発行されてないはずだったの。だけど頭のいい銀行っていうのは何を始めたかっていうと、預かってる金よりも結局金庫の倉庫の中から出ないから大丈夫じゃんっていうことで、それよりも多く発行することが始まったの。だからそっから詐欺の歴史が始まってくんだよ。で、日本も知らないかもしれないけど、日本の銀行の中に、例えばみずほ銀行とかいろいろあるけれども、7倍ぐらい貸し出していいんだよ。で、お金がお金を生む仕組みだから、それってどう思う？俺は絶対あっちゃいけないことだと思うんだけど。銀行業っていうのは現在はさ、預金者がお金を預けて、そのお金をどっかに貸し出して、利子を取って、その利子を分配するっていうことで利益を設けてるの。だけど、例えば銀行の中に1億円、100億円入ってるとします。700億円貸し出していいことになってんだよ。めちゃくちゃでしょ。でもっと言うなら、金本位制って言って金が担保されてた時代はまだ良かったんだけど、もはや何も担保しなくていいの。信用が担保に変わっちゃったの。
日本も今そうなってるんだよ。だから実際に貨幣がどれくらいにあるのかじゃないの。その国の信用度の貨幣そのものが。面白いでしょ。だからお金っていうのは信用イコールお金だと思った方がいいかもしれない。お金そのものが信用の数値化されたものになってる。はい、エミちゃんお帰り。そういう感じだね、今の貨幣経済っていうのは。だからお金持ちがお金持ちで居続けるっていうのはそういうことだ。富の分配がなされてない。以上です。あれだな、小難しい話。日本円以外信用してない。日本の円の信用は高すぎるのが問題になってるね。要は円の信用が高い。イコール円が高すぎる。値段が高い。だから経済が止まってるっていうのが、その、言い訳なんだけど、でも日本っていうのは実は内需で回ってる国だから、日本の貨幣価値が高いっていうのとあんまり関係ないっていうふうに指摘してる専門家もいるぐらいの。だから経済ってめちゃめちゃ難しいの。大学とか行ってたら習うはずなんだけど。なんで中卒の俺がこれを語ってんのかよくわかんないけど。大学で経済学部とか学んでたら、ミクロとかマクロとか、まあ、習うはずなんだけど、簡単に言うとそういう仕組みだよ。円の信用が高すぎる。そう、日本はね、社会主義の割合っていうか、日本の国民性からすると社会主義なんだよ。ナタリーさんいらっしゃい。小難しい話をしてます。怖がってる。指をね、ゆっくりこうやって入れてあげるといい。そうそうそう、足元まで指一本こうやって入れてあげると、足元までグーって、そう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 、うん、だからみんながもし不労所得を持ちたいのであれば、エッチしてないよ、風呂入っただけ。エッチしたらしたっていう、騙したもん勝ちとはねちょっと違うんだよね。騙したもん勝ちとはちょっと違う。しちゃったね。明るい方に行くかね。鳥は怖がりさんだから。しないの。わかんない。するかどうか。その時の気分。モンタは後ろ行ったね。上がりすぎでしょ。まだ一回もしてないよ今日は。ゴムつけないかな。何よ。アメリカとかは資本主義だから国民はしんどいよな。日本も一応国民、あれだよ。日本も一応資本主義だよ。固いやって？固いやってって何？どういうこと？肩嫌、あ、肩嫌って。うん、肩嫌だって。珍しい。なんでだろう。肩乗っかるんだけど。ピンクの服だからな。奥さんやりまんですか？やりまんじゃないよ、全然。うん。慣れてる慣れてる。だってもう3年も一緒にいるんだもん。怒った。激怒になった。しつけんだよーっつって。くっそ怒ってる。めっちゃ怒ってる。うん、しつこいって。怒られた。シャカね、そっちが明るくないと来ないと思う。そこの電気つけたら来るんだよ。お風呂場の。ドア開けないとダメかな。光が弱すぎる。うん、それくらいにしておけば。
鳩は嫌いだな。鳩はなんか美しくない。ノロマ配信中？ノロマって誰？いいあきらさんいらっしゃい。ノロマってなんだろう。ノロマって人知らないな。有名な人は？鷹とかワシとかは好きだね。スズメが好きなんだよね。スズメとかカラスとか。特にカラスは可愛いね。カラス賢いし。フクロウはすごいいい鳥。フクロウ、猛禽類はね、でもお金かかるよ。ネズミの死骸あげないといけないから、冷凍庫がネズミだらけになる。ネズミの肉だらけっていうのかな。フクロウはね、縁起がいい鳥なんですよ。フクロウは金持ちじゃないと飼えない、多分。個体で40万するでしょ。で、月の餌代が多分、どれくらい行くのかな ?4 万くらい行くのかな。フクロウ飼ったら文鳥即行餌になる。だろうね。生態系が崩れるよ。イルミナティ。フクロウはね、日本でもよく富の象徴だったりとか、縁起のいい鳥として飼われてる。だ、文鳥のコスパはめちゃめちゃいいよ。ペットとして最強は俺文鳥だと思ってる。フクロウ握力300キロなんだ。やべえな。手袋つけないダメだね。腕持ってかれるね。鳥はね、知的なのは5歳の知能があるのかな。文鳥は5歳の知能があって、感情が2歳とかなんだよね。喜怒哀楽は子供みたいなんだけど、知能指数は5歳ぐらいの人間ぐらいある。本気で怒ったらやられるね。フクロウはいつか飼いたいかな。よっぽどの趣味だよね。もう金持ちのあれは戯れだと思ってる。フクロウ。苦労しないっていう。苦労顔だよね。苦労かわいい。ほっぺたがぷくってしてる。坂おいで。お金にかかってんだ。鳥はかわいいよね。頭いいし。そう、鳥ってね、知能低いと思われがちだけど、ハムスターみたいに思われてるけど、めちゃめちゃ頭いいよ。会話できるかんね。人の名前覚えるし。結構いたずら好きだよ。カラスとかめちゃめちゃ頭いい。こんな小さい体で、初見さんいらっしゃい。いらっしゃい。もし面白かったらフォローしてください。カラスやばいよね。人の顔覚えるし。一回でもいたずらしたら、三代祟られるって言われてるよね。文鳥もね、オスはね、歌歌うよ。メスは歌わない。求愛で歌うんだよね。資本主義の話終わってしまいました。あんまり受けが良くなかったですね。誰もコメントしなくなったっていう。もっと深いところまで話したかったんだけど。紙幣がなぜ生まれたのかっていう話をして。で、銀行の信用創造の話とかしたんだけど。フリーメイソンの話とか、俺フリーメイソンに誘われたことあるから、全然面白い話じゃないよ。金持ちサークルだよ。カラスってなんで媚びないの？いや、普通に懐くよ、カラスって。餌与えてたら懐くよ。結構そういう話いっぱいあるよ、ネットとかにも。一回その、カラスのヒナを助けたことがあって、親子3代ずっと家の前で挨拶するっていう。株は、だからギャンブルだよね。東証一部っていうところがやってるギャンブル、賭場なんだよ。で、元本割れが一番少ないギャンブルだと俺は思ってるから、下手にパチンコとか、
やるやつとかいるじゃん。だったら FX とか株とかやった方が絶対いいんだよね。俺は株をおすすめしてるよ、ギャンブラーに。ギャンブルやるぐらいだったら株の方が世界が広いし、世界中でトレードされてるから、要は一般市民が勝つ確率って賭場のデカさなんだよ。要は会場が広くて参加者が多ければ多いほど勝つ確率って上がるのね。動くマネーがでかくなるのよ。負ける確率も上がるんだけど。一攫千金狙ってるやつがパチンコとかやるのはよくわかんない。頭が悪いとしか思えないね。株は合法的な賭場だからね。そう思わない。だから難しいと思って参加してないだけなんだよ。株は運じゃないよ。全然日本の情勢とかと連動してるから、要は世界の人が何を考えてるのかっていうのを読み合うゲーム。理屈は簡単で、株そのものの仕組みはわかるでしょ。みんな会社の持ち主って誰かって言ったら社員でも社長でもないのね。社長っていうのはサラリーマンのトップなだけであって、株主がトップなの。いや、俺はよくこういう話する。言論の自由が保障されてるから全然大丈夫。ただ銀行員とかもよく気づいてるねとか言ってるよ。銀行って詐欺だよって。銀行員は有名な話だと、雨降ってる時には傘を貸してくんなくて、晴れてる日に傘を差すって言われてる。それが銀行ですよ。本来はね、困ってるベンチャーとかにお金をバンバン貸し出さないといけないのに、日本っていうのは大企業にだけ金貸すから、結局ね、負のスパイラルなんだよ。俺株向いてるだろうね。株やりたい。株じゃなくて俺は先物やりたいんだよね。日経225ミニっていうのがあって、そっから始めようと思ってるね。金貯まったら。日経225のミニ。日経225っていうのがあるんだけど、それの、変動、日本平均株価の変動だけでやるっていうか、あれは読みやすいよ。要は政治、日本の政治と世界の政治の流れをウォッチしてれば勝てる。こんなにね、株って難しいもんじゃない。ただね、我慢できないんだと思う、普通の人は。要は簡単に言ったら安く仕入れ高く売ればいいだけだから、寝かせればいいだけなんだけど、寝かせることができないんだよ。話簡単じゃん。安く仕入れ高く売るだけなんだよ。だから経済崩壊した時なんかあれは株の超買い時なのね。あそこで株買いまくれるやつ、株とかそういう先物とか FX とかガンガン仕掛けられるやつ、だから普通の人が考えてる逆張りをすればいいだけだから、経済のからくり分かってるやつは勝てるんだよ。任天堂とか高いでしょ。任天堂は今爆上げだね。任天堂は今買いじゃない。軍資金いくらあったら、株で絶対に負けなくて不労所得で、硬い運用、要は元本割れ絶対しないで勝てるって言われてんのが30億とか。商売と株はどっちが難しいですかね。性質が違う。商売と株は性質が全く違う。だから商売で培った技術っていうのは株で活かせないし、株で培った技術っていうのは商売で活かせないと思って、活かしづらいって言った方がいいのかな。活かせる部分もあるんだけど。でも、そのお金がお金を生むっていうことを覚えた方がいいよ。金持ちになりたい人は。商売っていうのはどちらかっていうと、食い物が好きだから食い物を提供したいとか、そういう人に向いてると思うよ。服が好きだから服やるとか。いや、困ってるところと自分の強みが分かってる人は商売やるべきだから。両方やるのが一番いいんだけど。もともとね、竹中平蔵とか小泉政権がなんで株式を0円にしたかっていうのはそこなんだよ。1円で株作れるかって。全員、日本国民全員が株のオーナーになるっていう政策だったんだけど、まあ日本人苦手だからなんなかったよね。日本全体がベンチャー化するっていう流れを作ろうとした。その代わり、だから生活保護者が爆発的に上がるのなんか見越してたんだよ。痛みある改革とか言ってたじゃん。
だから竹中平蔵と小泉のやったツケっていうのが今回ってるんだよ。フォロワーが増えました。ありがとう。新しいフォロワーさん、かなさん、かなずさん、ありがとう。確かに。ギャンブルやるぐらいだったら株やった方がいい。絶対。投資と投機の違いを勉強すればいいんだよ。遊びたいって。しばらく遊ばせてあげよう。体重軽いからコメント打てない。キーボード好きだけどね。ご飯いっぱい食べてるもん。あ、羽きれいに生えてきた。よかった。あとお腹の羽だけだ。お腹剥げてるね。生えてこないね。ストレス溜まってんのかな。うん、部屋の中ずっといるからな。昼間俺いないし。紫外線ライト。うん。ごめんなさか。癒されて。株の話は面白いですね。初見です。兄さんいらっしゃい、うん、株ってしかも元で別に30万でできるからね。だからアルバイトで30万貯金するのがいいと思うよ、学生のうちに。で、学生のうちからやっとくべきだと思う。あのね、株って絶対100年後もなくならない仕組みだから。100年後株自体がなくなるってありえないの。為替自体がなくなるっていうの。だからその蓄積した情報が財産になるから、趣味でいいからやるべきだよ。1日1回携帯でワンクリックするか、要は高値で売るっていう設定しときゃいいだけだからさ。ツイッターに和道さんからのリプライやフォロー、ん？ツイッターに和道さんからのリプライやフォローってなんだろう。爆笑宣言さんいらっしゃい。たくさん来ました。俺1個しかアカウント持ってないよ。俺1個だけだよ、アカウント持ってない。多分俺の偽物だと思う。俺のリスナーだと思う、それ。俺のね、アカウント下に書いてあるやつだけ。フォロワー300人ぐらいのやつ。いらっしゃい、爆笑宣言さん。俺の偽物だね、それ。何点買う感じがいいの？ 1.30 万。うん。参加費が30万だと思ってる。いや、知ってます、知ってます。1万アカウントぐらいあるんですよ。僕の偽物。偽物めちゃめちゃ多いんです。ツイッターにめちゃめちゃいるんですよ。困ってるんですよ。あれは俺じゃない。もうだいぶ減ったんじゃないかな。昔なんか半年前ぐらい一時期流行ったんだよね、うん、和道エグゾディアとか呼ばれてた。ありがとうございます、見に来てくれて。楽しんでってください。株とか経済の話面白い。
でもそんなにね、みんなが思ってるほど難しいもんじゃないですよ、株とかって。ああ、爆笑宣言さんフォローありがとう。これからもよろしくです。フォローありがとう。こっち来たね。さか女の子だからな。すげえ気分嫌なんだよね。痛い痛い痛い。株難しい。それはね、騙されてんだよ。イメージ操作されてるから。全然簡単。100円で買うじゃん。1株100円で買うじゃん。その100株買ったら1万円じゃん。それが次の日110円に上がりました。売りました。100株を。そしたら、1万1000円になって売るから、利ざやが1000円になる。ただそれだけ。で、100円で買ったものが90円になったら、9000円で売れる。そういうこと。鳥を育てる商売は成り立ちますか？どうだろうね。でも簡単に言うと、今もう既存で大手が参入してて、価格が面白いことに、資本主義の面白いところって、まず新しい業種ができるじゃん。そうすると参入が始まるの。規模がでかくなって3社ぐらいに落ち込むんだよ。要は価格戦争に負けて。だから消費者っていうのは長い目で見ると、一番いい会社の一番安い商品が買えるっていうのが資本主義のメリット。うん。安く買えるの。うん。最終的には。いいものが安く買えるっていう。うん。一つ買ってもらって配信してほしい。俺はほら、生活保護だから株買わないようにしてんの。生活保護抜けたら始めようと思ってる。生活保護で株やるのはあんま良くないと思ってるから。元手はやっぱ自分で稼いだ金じゃないと。納得いかないでしょ。金が。在日ですね、僕は。はい。在日ですよ。PDMP さんいらっしゃい。生活保護は抜けるつもりで俺は考えてる。抜けた方がいいか抜けない方がいいか人によると思うけど。よかったね、定期連になって。飛べなかったもんね、前。よく飛ぶようになったね。裕福な家庭で育ったんですか？親父はもう30代の頃から年収1000万超えてましたね。はい。貧乏だったとは思わないですね、子供の頃は。新築の一軒家だったし、7000万ぐらいの、7000万だっけあれ新築で。奥は行かなかったと思うけど、7、8000万の家に住んでたし、中の上流海底ぐらいじゃない？うん。親父は、上場企業で働いてたから、お袋も親父も、正社員で。給料良かったんですよ。俺、小遣い生まれてから一回ももらったことない。うちはお小遣いもらえない家庭だったから。ただ、欲しいって言ったものは、その都度検討するって言われてたけど。でも、欲しいって言ったもの買ってもらえなかった記憶がないね。うん。お小遣いはもらったことない。ただ、プレイステーションとか、学校の道具とか、なんだろう。子供の頃欲しかったものを買ってもらえないっていう記憶がない。おもちゃにしろ、何にしろ。お小遣いはもらったことないね。お年玉をうまくやりくりしてたって感じ。こんな感じかな。塾は行ってた時もあれば行かなかった時もあるし、1年間だけ行ったかな。興味ないからすぐ辞めちゃったけど。習い事は絵を習ってたのと、空手2つ習ってたのと、あと水泳ずっとやってたな。
習い事はなんか2つぐらいずっとやってたね。妹も弟も何かしら習い事やってた。親父は厳格だったね。俺の家ちょっと変なんだよ。なんか親父のことを父上、母上って呼ばされてたから。あ、普通じゃないよ。これネタじゃなくてマジだからね。いや、ほんとほんと。普通の家庭ではない。マナーとかめちゃめちゃ厳しいね。だから食い方とか、人の家に入った時の礼儀とか、すげえうるさかった。例えば人からお茶一杯、ジュース一杯でも何でもそうだけど、必ず親に報告しなかったらぶち切れられたね。だから何かしら誰かの世話になったら必ずその日のすぐ親に報告して、親がすぐ電話するような家庭だったね。その日の家庭に。今度これ持ってけみたいな。全く知らない人でも。まあ普通のことだと思うけど。親は手も出してきた。母親はだから離婚した後頭おかしくなって俺のこと虐待してたけど、親父が俺のこと殴ったりとか一切ないね。親父が子供に手出す、女に手出すっていうのは一回も見たことない。ただ、外で喧嘩して血みどろに帰ってくることはあったけど、なんか、サラリーマンだったからワイシャツで帰ってくるんだけど、帰ってきたら全身血だらけで母親がギャーって叫んで、救急車ーとか言って夜中叫んでて、俺、小学生ぐらいどうしたって言って、幼稚園かな。小学生か忘れたけど、なんだろうとか思ったら全部返り血だったね。そう。小学2年生の時に離婚してる。格闘家だね。だから、未だにね、結構60代とか70代の格闘家の経験ある人は、親父の名前言うと、ああって知ってるよって言われる。コウトリはね、飛ぶのが なんだろう。この子は子供の頃から体が弱くて飛ぶのが嫌いなんだよね。オタクっていうか。俺から離れない、あんまり。俺にベタベタな。本当は飛ぶ鳥なんだけどね。本当はすげえ飛ぶよ。だから親父の同期とかが K1 とかの立ち上げのなんか立役者やってたみたいね。レフェリーやったりとか。鳥って懐くの？釈迦おいで。釈迦。まあ今の見て懐いてると思わないかな。懐いてない普通に。釈迦？呼んだら答えるし。釈迦？和道さん、鳥を重ね合わせる？どういうこと？おいで、釈迦。おいで。でも、ふわっちって絶対これ若者向けにサイト作ってると思うんだけど、意外と年齢、年、なんつうの、30代以上の人が多いっていうのが面白いよな。多分、本当はキャスト同じ層を取りたかったんだろうね。やっぱ、金持ってる、課金をする人は、やっぱ、年齢上なんだね。鳥ってビニール袋の音にめっちゃ反応せん。この子もする。この子もするよ。ビニール袋大好きなのよ。おもちゃだね。ビニール袋でよく遊んでるね。ひなの頃よく遊んでたね。ビニール袋おもちゃにして。おいで。ちょっと突っ込んだ話、全然いいよ、ミーさん。全然いいよ。
気兼ねなく答えられることであれば。うちもカーテンレールの上に行ってビニール鳴らすと降りてきてすぐ捕まる。ふわっちはキャスニコ生ふわっちの分で見たい配信。あー、それくらいなんだ。俺もうふわっちについてるけどね。ふわっちすげー楽しい。ふわっちのリスナーいい人ばっかりで。すげー楽しいよ。もうふわっちでやっとこうと思ってる、しばらく。アクティブ100切らないし。ふわっちは旬だよ、今。何、句読点も文鳥飼ってんの？あ、そうなんだ。たまたまふわっち見たらニコ生で見たことある和道さんいたから来た。ああ、なるほど。こいつ知ってるぞ、みたいな。ふわっちはリスナーの質がいい気がする。めちゃめちゃいいね。こんなにいい質で、こんなに人数多いのはすごいと思う。マメリハって小さいインコ。ああ、わかんねえわ。マメルリハ。いや、もう寝ないで仕事行こうと思う。今寝てもアウトでしょ。さか、今日遊びたがりやね。のんたんが遊んでくれるってよ。のんたん、遊んであげて。帰ってきやがった。ツイッターのプロフィールに自閉症って書いてありましたが、自閉症なんですか？自閉症スペクトラム障害ですね、僕は。はい。僕はそうですよ。仕事先なんて言うの？どういうこと？あ、仕事先の名前？会社名は言わないよ。仕事を始めた、最近。うん。もう3ヶ月間ぐらいになる。はい、たくみさんワード2。たくみさんどうしよう。外配信できなくなっちゃったよ。パソコンぶっ壊れた。まあ、とりあえず会おうぜ。ミーティングしないといけないこといっぱいあるから、明日。そうなんだよ。俺もついに働き始めた。働くっつっても A 型作業所だからあれだけど、ふわっちだけで食えるかな。いけそうな気するよね。ふわっちでもし食えたら生活保護やめて、のんたんにここの家の家具全部預けて俺旅に出る。のんたんそれでもいい？本当に？あの、いらないもん捨ててさ、あのソファーとかは取っておきたいな。それができたらめっちゃありがたいんだよね。友達の子供も自閉症なんですが、和道さんみたいに活発で頭のいい子になれたらと思って見てました。あの、僕は自閉症スペクトラム障害なんで、あの、普通の自閉症は知的障害を伴うんですね。だから僕は昔で言うアスペルガー症候群です。だから、あの、多分活発にならないです。うん。7時頃で大丈夫ですよ。お願いします。僕は、あの、自閉症の中でも、あの、知的 IQ には問題がないタイプなんで。だから、多分それは叶わないですね。うん。残念ですが。普通の自閉症って診断されてるんでしょ？あ、みつさん、おやすみ。また明日。普通の自閉症は知的障害に伴うんですよ。ダメです。僕はあくまで、その、自閉症スペクトラム障害なんで、普通の自閉症とは違います。なかなかね、そこ理解されないんだけどね。てか、のんたん部屋汚すぎでしょ。俺手伝おうか。いや、俺全然平気だよ。ちょっと汚すぎるな、これ。これでも。うん。精神科保険聞きますよ。診療代は僕は、あの、お金かかってないんで。診療はお金かかってないんで、わかんないですね、値段が。2000円ぐらいじゃないの？1回の診療。2、3000円だと思うよ。
それは生活保護でタダになってるんじゃなくて、自立支援医療っていう、また、あるんですよ。一個だけ病院がタダになるのあるんですよ。依存症系でも効くんじゃないかな、わかんないけど。アルコール依存症とかも精神科は効くと思うよ。ドラッグとかでも。多分大丈夫だと思う。どんなことされるの？いや、もう日々の相談だね。もう本当にそれだけ。どんなことありますかとか、困ってますかとか。まだ3歳で自閉症とは診断されてない。でも発達障害だと、俺と同じようになる可能性はあるね。俺、言っとくけど、プライベート全く喋んないですよ。プライベート全く喋んない。子供の頃も人形遊びとか一人でやってたタイプだね。アルコール依存外来がない病院には断られること多い、あるつ。ああ、まあそうだろうね。専門家医だろうね、そこは。俺、普段無口じゃない？配信に比べたら。うん。あんま喋んないと思うよ。おとなしいよ、結構。リスナーさんといたりとか、彼女といたりしたら結構頑張って喋ってる感じだと思う。普段全く喋んない。喋るの苦手だもん。俺、失語症になって3週間喋れなくなったことあるぐらいの。本当に。意外かもしんないけど。もともと喋んの苦手なんだよ。アルコールやめられなくてみんなに注意される。マジで精神科行かないとやめれない気がする。行った方がいいね、それは。行くべきだと思う。行った方がいい。おいで。それは行くべきだね。その子は3歳でまだママも言えないみたいで、積み木も積み重ねるんでなく横に並べる。あ、発達障害ですね。完全に発達障害。うん、それはもう発達障害です。今のうちに周りがケアしないとダメ。その子大変だよ。お母さんとかもう受け入れるしかないから。ただ、発達障害の子は天才生まれる可能性あるから、育て方によっては超天才生まれるよ。今のうちに勉強した方がいい、本当に。周りが。その子は治らないから。うん。もう典型的な例。積み木を並べたりとか、特殊な行動をするのは。で、早くお医者さんに見せることと、周りが早く理解すること。本当に、発達障害の子は天才、スティーブ・ジョブズみたいな子生まれるよ。ある意味恵まれてる部分もいっぱいあるから。集中力は人よりも、数倍高かったりとか、絶対音感持ってたりとかするから。うん。周りの育ち方でその子の人生がすごい変わる。早くその子の才能を見つけてあげた方がいい。いや、その子、スティーブ・ジョブズ発達障害だよ。笑い事じゃなくて、アインシュタインもそうだし、イチローもそうだよ。スティーブン・ジョブズ。俺は天才じゃないね。俺は凡人だね。闇金の牛島くん似てるかな。俺は全然丸眼鏡かけてるだけでしょって感じだけど、山田孝之に似てると思わないもん。一郎ってもう典型的な発達障害で、インタビューに答えなくて有名なの。インタビュー中とかずーっとブスッとしてね、帰れよとか普通に言うの。お前それ考えて言ってんのみたいな。お前もう二度と来んなとか。で、考えてる質問とか、自分の気に入った質問にしか答えなくて有名なの。だから、なんつうの。楽屋に行って、楽屋つうか着替えるところに行ってインタビュー囲まれるとめちゃめちゃ厳しいんだよ。
すごい有名だよ。あと、一郎は毎日同じメニューこなすの。時間軸に対するこだわりがめちゃめちゃすごくて、毎日同じメニュー。あと、それで有名なのは毎日奥さんのカレーしか食べないのね。毎朝同じメニュー、食へ対するこだわりとか。トム・クルーズはね、文字が読めないんだったかな。トム・クルーズも発達障害だね。確か文字が読めないとか、そんな系だったと思う。うん。あれはもう典型的なアスペルガーだね。ただ、なんで彼がそのアスペルガーって病院行かなかったかっていうと、その障害がうまく適用されたからっていうか、その障害がうまくはまったからなんだよね。うん。子供いないのはまた別の原因だと思うけど。一郎は結構性格にすごい気性が激しくてすごい有名だよ。だスティーブ・ジョブズもこだわりがめちゃめちゃ強くて、風呂に入らなかったりとか学生の時大変だったんだよ。リンゴしか食わなくて異臭を放ってて。私の妹は注意欠陥 ADHD ですね。学習障害で親が腫れ物を触るような接し方イライラする。妹は自分が病気と落ち込んでる。うん、普通の会社じゃ浮くっていうか、だからもう本当にサラリーマンは無理だと思った方がいいね。ロアコさんは軽い知的障害ですね。ロアコさん軽い知的障害。精神疾患と知的障害は違うジャンルだから。なんか、精神障害と知的障害をごっちゃにしてる人が多すぎる。ビル・ゲイツは発達障害では、どうなんだろう。ビル・ゲイツはあんま聞かないね、発達障害って。障害の中でもあるんだけど、発達障害っていうジャンルがあるの。うん、軽い知的障害持ってるし、本人もそれ診断されてるから、それ自覚あるよ。知的障害っていうのは要は IQ が低いことを指すので、精神障害は IQ との関連ないから。うん、おやすみマスさん、いつもありがとね。うん、ありがとう。風船ありがとうマスさん。ゆっくり休んでください。ツイッターフォロワー増えました。ほのさん、ツイッターフォローありがとう。ツイッターやってる人、ツイッターフォローしてください。学習能力が低い障害、ロハコさんは。そうそう、だから学習障害系だから、だから知的障害系だね、どちらかっていうと。精神疾患持ってるけど、二十歳で10歳みたいなこと言ってたら、二十歳で10歳みたいなこと言ってたら知的障害。ああ、それに近いかな。そう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 。だから、特別学級とかに行ってる系が、知的障害者のね。簡単に言うと、学習ができないとか、要は子供みたいな人っているでしょ。みんなが思う障害者の例は知的障害だと思う。で、精神疾患はどちらかっていうと、脳の中の分泌物ってあるじゃん。脳内麻薬とか、それの分泌がうまくコントロールできない系だから、頭は別に普通なことが多い。ただ能力に偏りがあったりする。ナナさんこんばんは。自閉症の子が働くには周りの理解が大事だと思う。私の職場にもいる。それが大事だね。周りがケアするしかないね。ロハコさんやん。学習能力がスロースターター。ウナも知的障害入ってるんじゃね。こだわり強いし。ウナは発達障害だね。逆。ウナ発達障害。完璧な。だから、アダルトチルドレンってやつだね。あれはだから、知的には問題ないんだよ。そうじゃなくて、性格に難がある方が、精神障害だと思った方がいい。ケツシロアオイさん、チュート徳井さん、フォローありがとう。ウナは精神こじらせてる系で。妹が注意欠陥って聞いて、いろいろ調べたら遺伝しやすいみたいで、自分が子供の頃、いつも空気読めへんくてやらかしてた謎が解けた。うん、本読んだりするとまんま当てはまるから、病気なんだって治らないって思わないダメだね。自己愛性パーソナリティ症候群、それはあるだろうね。うなは、俺もあるって言われてるけど、自己愛性人格障害ってやつね。発達障害と知的障害と精神障害があるんですよね。大きく分けるとその3つだけど、もう1つあるんだよね。でももう1つは子供の頃に発行される障害だから。うん。だからその3つで合ってる。その3つで合ってるね。
だから俺は知的障害ないっていうか、俺は IQ 高いと思ってるから自分で。メンサの IQ テストを受けたら138だったかな。だから図形系の、IQ はズバ抜けて高いの。だから IQ テスト、ウェイス3とかをやると IQ 低く出ちゃうんだけど、一般的にみんなが考える IQ テストをやると、139とか出るね。一応発達障害って言われてるし、俺もそうだと思うね。私は思うんですが、ちゃんと診断してみんなから何かしら当てはまりそう。いや、そうでもないっすよ。っていうか、病院っていうのは病気を診断するのが仕事なんで、例えば、頭が痛いですとか、鼻水が止まりませんって言って病院に行ったら必ず診断はされるんだよ。だから何かしらの病名はつけられると思うよ。風邪とかさ。だって病院行くっていう行為が、体の調子が悪いから病名を当てはめるのが仕事だから。だから精神疾患によってはそうとも言えない。俺もアスペルガー症候群だっていうのに診断されるまで半年以上かかって、1年ぐらいかかったから。発達障害の専門医に通わないとダメなんだよね、本当は。サイコパスについてどう思う？俺はサイコパスじゃないから気持ちが全く理解できないかな。俺はサイコパスじゃないね。だからサイコパスの考えてることとかはよくわからない。サイコパスそのものが理解できないかな。ワードはアスペルガー。俺はさっきから出てる注意欠陥多動性障害の方が強くて、で、アスペルガー症候群っていうのが、この二つが治らない病気っていうか。沖田かける花さんの漫画が好き。知ってます？あ、わかんないですね。ルリコさん。わかんないっす。簡単に言うと空気を読めないっていう感じかな。ケンちゃんがサイコパスって言われてんだ。俺はサイコパスじゃないと思うな。サイコパスは肉食系動物の本能だと思う。アスペルガーの人に日常を漫画にしてるんですが、面白かった。へえ。でもアスペルガーって大きく分けて4タイプあるから、アスペルガーイコールこういう性格っていうのはあんまりないよ。目ね、ドライ、パソコン見すぎてね、疲れ目なんだよね。お前思いやりもあるし、アスペのイメージないな。俺は、なんだろうな。俺のアスペルガーなところっていうのは、俺、文章の読解能力がめちゃめちゃ低いの。だから、相手の気持ちがわからん。あ、のんたんちょっと来てくんね。俺のアスペについては、周りの人が語った方がいいから、ちょっと来て。よく言われるのが、相手に対してめちゃめちゃドライだったりするの。なんでかっていうと、相手の気持ちが全く汲み止めないから、そういうとこあるよね。来て来て。なんかね、発達障害って、俺の場合とかだと、あんまりね、わからないけど、そばにいる人とかはね、すごい感じるよ。のぞみさんは別格すぎる。なんだろう。例えば、こだわりが強かったりとか、まあ、のんたんも精神疾患あるから、なんとも言えないけど、俺めちゃめちゃドライだよね。思いやりはある方かもしんないけど、人の行動に対して、例えば、のんたんが自殺配信やってた日とかあるな。普通だったら駆けつけると思うんだけど、俺そのまま仕事行ったりしたの。匠さんに、ワド、のんたんが自殺してるよ、止めてって言われたけど、ああ、仕事行ってくるわ、みたいな。そういう感じかな。なんか近くにいないとわかんないと思う。俺の変なところっていうか。
だからね、頭の良さが邪魔してるっていうか、伝わりづらいんだと思うよ。頭は悪くないから。正直自分でも頭はいい方だと思う。だから、その、感情に欠陥があるって感じかな。別に、ノンタンのことが大事だし、あれなんだけど、なんて言うんだろう。なんか、その、なんつうんだろうな。冷たく見える時があるんだと思う。すごい。普通の人なら気を使うところを全く気を使わないみたいな。普通ならいても立ってもいられなくなるんじゃないの。いや、だから優先順位がかっちりしてるんだよ、俺は。そう。何かしら障害ある人が配信では対戦するんかな。まあ、発達障害系多いね、正直。いや、俺お互いの気持ちは分かり合えないと思ってる。人間だから。だから、なんつうんだろう、言葉に出すことってすごい大事だと思う。隣のロン毛のおっさんは誰？モンタンのことかな。不動さんいらっしゃい。だから、人によって、その得意な部分と不得意な部分が違うんだけど、グラフで見せようか。里美さんを俺見たことないから分かんないけど、グラフで見せると分かりやすいかな。これが発達障害ってことなんだけど、これ、IQ の項目なのね。それぞれの。で、10が平均なんだけど、弱いところと強いところが極端にこうやってジグザグになる人のことを、アスペルガー症候群って言うんだよ。だから普通の人ができないところが2つ大きくあるんだよ、俺。ここと、ここ、ウィークネスポイントって言うんだけど、何もできない。ほぼ、子供よりもできない状態。こういう風にグラフ化するとわかる。戦争がなくならないのはそのせいじゃないね。そうそう、極端に、人よりもできる部分と人よりもできない部分が、すごい強く出るの。そう。だから、そう、よく説明するときに使うのが、右手がない人がいるとするじゃん。右手がないって目に見える形の人に対しては、行儀悪いからお箸を左手で持つなって言わないんだよ。でしょ？行儀が悪いからお前左手で箸持つなって言わないじゃん。それはこの人が右手がないからだって認識できてるから言わないの。だけど、俺らの場合ってどういうことかっていうと、脳の一部、感情の一部とか、普通の人が持ってる思いやりとか気づきとかが、もう極端な話ないの。脳みその中で回路が繋がってないの。だから、普通の人ができるところができなかったりするの。その代わり、聴覚過敏って言って、俺、この部屋に10人いたら10人の音が全部拾えるのね。そういうなんか特殊能力は持ってるの。例えばその人よりも変化に気づきやすかったりとか、色彩能力とか空間把握能力とかすごい高いの。だから、なんつうの、普段なんで、例えばその電車二人で乗ってたら、あそこの人が何々の話してたとか全部わかるのね。だからよく、なんかこう、そういうところで驚かれたりとかするんだけど、全部 S クラスの場合は間違いなくアスペルとかじゃない。全部 S クラスっていうか、今の点数が全部高いのは IQ が高いから天才って言われてる人だね。ゼミナール初めてちゃんと見たが不思議な配信。結構オタクっぽい配信ですね、僕の配信は。地獄耳とか、そうだね。そういう感じ。だから俺は普段ヘッドホンしてんのよ。イヤホンとかヘッドホンとか仕事中もしてんの。部屋の中だと雑音ないじゃん。釈迦の音と、ノンタンの声。ノンタンがいるときはノンタンの声でしょ。だから自分の部屋とかはヘッドホンいらないんだけど、ツイッターの写真見てもらったらわかるけど、外に出てるときはずっとイヤホンしてるね。で、音楽何聞いてるのって言われるの、職場でも。で、驚かれるのが音楽聞いてないですよって。雑音とかダメ。俺、だから、外にいると倒れそうになるの。要は、処理する情報量が多すぎてパンクするの。頭痛くなってくるの。だからヘッドホンはずっとつけてんだけど音楽は一切聞いてない。東大生ってアスペルガー多いってのはどう考える？多いだろうね。はい、ワード2、ペニゾーさんいらっしゃい。フォローまだの人フォローお願いします。ぜひぜひフォローしてください。爆笑宣言さん、フォローありがとう。
なかなか難しいんだよね、発達障害をこう知ってもらおうとするのは。いまだにね、その障害治ると思ってる人もいるぐらいだし。だから理解してもらおうとしても無理だと思ってるね。だから子供の頃から思ってたのは、なんでこの人これができないんだろうっていうことが多いっていうのに、子供の頃から思ってた。普通に当たり前にできることが、同級生ができなかったりとかするから。仕事はだから障害者用の仕事、職場で働いてる。障害者の施設で働いてる、俺は。一定の苦手な音ある。我慢できなくなる。俺はね、それガラスの音だね。だから、なんか普通の人が気を使って言わなきゃいいのにっていうことを平気で言っちゃうことがある。トムいらっしゃい。彼女です。彼女です。トムってあれか？トムか？配信者のトム？東大生の6割は B 型というのは何かあるんでしょうか？俺も B 型だね。喋り声とか大丈夫？喋り声っていうか、もう音がとにかく嫌いかな。心地いい音は好きなんだけど、心地悪い音はダメだね。キスしてみて。なんで急にキスを強要されたのかわかんないけど。フォロワーありがとうございます。フォローしてくれた人ありがとう。ペニゾーさん、TM さん、フォローありがとう。まだの人はフォローお願いします。マスク取れよ。いや別にマスク取ってキスなんか普段からずっとしてるから。大ちゃんいらっしゃい。B 型なんだ。東大生の6割はなんで B 型なんですか？わかんない。パルコさんいらっしゃい。知らない。でも血液型あんま関係ないと思うけどな。彼女全然喋んないよ。統合失調症の友達いるけど、調子良くて薬飲まなかった。幻覚幻聴やばかったと言ってた。そうだね。お化けが見えてる状態だから。統合失調症って簡単に言うと、お化けがずっと見えてる感じ。鼻炎ですね、僕は。ああ、忘れてた。ありがとう。長嶋監督は異常でしょ。あれは発達障害だと思うよ。あ、またフォロワー増えた。フォロワーありがとう。トムかな。トムありがとう。トムって沖縄のトムか。幽霊は幻覚とも言えるし、実在するとも言っても過言ではない。俺は血液型占いは信じてないね。くまモンモンいらっしゃい。どんな仕事内容ですか？僕は LINE スタンプとかアニメ作ってます。かわいいよ、普通に。今すっぴんだけど。今すっぴん。可愛いでしょ。ゲルゲに似てる。似てないと思うけど。MK さんいらっしゃい。普通の人間の方が少ない気もしてきた。アニメ、グッズ販売とかしてるから、もしよかったら見てみる。グッズ見る。どういうの作ってるかっていうと、ちょっと待って、どっかあるかな、これか。めんどくせえな。
どうしよう。まあ、いっか。いや、どうしようかな。めんどくせえな。これがそぼれかな。今日ほぼ初見なんだ。結構誤解されてるっていうか、俺はキャラ誤解されてると思う。このソファー2000円で買った、ここ素直な人多いの。なんで結構いい人ばっかりだよ。精神疾患のこと大体よく知ってますか。いや、自分の疾患はよくわかってる。勉強かなりした。本 2,3 冊読んだし、あの、当事者だからよくわかるけど、自閉症スペクトラム障害と ADHD とうつ病と統合失調症、躁鬱と統合失調症とかはわかるけど。あ、雪っぽいかもね。確かにね、俺雪大好きだから。これがまあ作ってる商品かな。なんかお気に入りのなんかデザインとか見つけて買ってくれると嬉しいかも。ステッカーとかも売ってるから。ゆきじゃなくゆい。便所太郎のやつがあるのは俺の商品じゃないよ。うつっていうのはセロトニンの分泌が足りないって言われてる。そのことについてだいぶ詳しいですか。ごめん、質問の意味がわかんないわ。ごめんね、大ちゃん。質問の意味がわかんない。ゆい似てる？チェリー歌ってる女の子？ゆいってそれだよね。恋しちゃったんだの子でしょ。違うのかな？似てるか？似てるか？似てなくね？あんま似てると思わないけど。似てるかな。似てるか。マスクしてるから。雪だるまの靴下買っちゃった。雪だるまの靴下ってなんだろう。あ、まあ人よりも詳しいと思いますね。人よりは詳しいと思いますね。雪だるまがたくさんついてるのは俺販売してないぞ。雪だるまがたくさんついてるやつなんか俺販売してないよ。それなんか別の人の商品買っただけだね。俺が作ってるやつじゃない、ね、俺が作ってるのはアシカくんっていうキャラクターのやつだから。 LINE スタンプできたのかな。こんばんは、ワンルームさん。俺は全部当てはまりますね。ツイッターのプロフィール見てもらえれば病気書いてあるんで。まだ売られてないか。僕は、あの、ASD と ADHD ですね。ひでぶさん、ひでさんいらっしゃい。僕はどうですよ。僕はどうです。そろそろマー君出てくるんで、もう関わらない俺は。カメハメハさんいらっしゃい。水道使ってると俺は水道局から表彰されてもいいかなと思って今しまいます。そうですね、おめでとうございます。
名前有名だね。そう？やっぱりオーラある。そうか？有名か？俺全然自分のこと有名だと思わないけど。二次障害が統合失調症とうつ病ですね。そううつ病か。二次障害はそんな感じです。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんがヒデさんです。ヒデさんありがとう。光熱費を払うことによって俺も経済を回してるんだという自覚を持ちます。偉い。ゴミ拾いのおばさんの件で知りました。ゴミ拾いじゃない、空き缶拾いの浅井さんね。ケインさんいらっしゃい。ケインさんありがとう、うん。あ、またフォロワー増えたので紹介します。MK さんフォローありがとう。あ、俺と同じ病気なんだ。有名かな？そうかな？俺有名？初見さんいらっしゃい、ももさん。楽しんでってください。もし楽しかったらフォローしてください。飲んだらジュース買ってきて。何がいい？タリーズのコーヒー。あ、ナナさんハートありがとう。おー、ミッツマングローブフォローありがとうね。やるときやるよ俺。はい。140円だから。うん。やるときやるよ。笑いなんていつでも取れるんだよ俺は。笑ってくれて嬉しいよ。よろしく。ラブラブだね。俺は彼女のこと愛してるよ。涼子、愛してるよ。ん？稲子の真似。あそこにあるから、銭湯の前のところに足りず。お、初コメありがとう、レンさん。付き合って1ヶ月ぐらいかな。付き合って1ヶ月だね。いなこ、いなこは彼女じゃなくない？リスナーじゃない？あれ、俺も詳しくわかんないけど、よし！今かなり頭がおかしくなってて困ってて、病院行くべきだね。病院行くべき。ロコ、アイスよ。やべえな。今日会社で怒られるんだろうな。めっちゃ怒られるだろうな。すげえやだ。気が重いんだけど。会ったこともないリスナーなんだ。すげえな。あ、またフォロワー増えたかな。ひろみさんフォローありがとう。うん。配信で一本で食ってけたからいいかもしんないけど。耳栓していけ。うん。いや、バックレルはさすがによくねえだろう。31歳でバックレとかね。お酒の飲みすぎっていうか、俺はお酒もうやめたかんな。酒飲むメリットが一つもない。うん。酒飲みの気持ちは全くわからないね。全くわからない。酒飲んでいいこと一つもないんだもん。うん。言っても薬はなんかね、終わりなんですね。しんどくなるときどう対処しますか？俺今日うつ気味だけど、もう耐えるしかないと思ってる。病名に何々障害がつく病気って治らないと思いますか？ああ、一概にもそうは言えないと思うんだけど、例えばうつ病とか統合失調症は治るんですよ。あ、ひろみさん、よろしくお願いします。ありがとう、フォロー。だけど、発達障害系は治らないと思った方がいいね。対処はできるけどね。大人になって怒られるとかめったにないからな。いい経験だよね。酒は肝臓に負担がかかり、コーヒーを飲むと肝臓に負担。あ、そうなの？コーヒーもそうなんだ。バックれたら電話出ろって言われた。いや、違うんだよ。朝、もう遅刻するの確定した時点に電話して、ごめんなさい、寝坊しますって言って寝ちゃったんだよ、俺。ジャック・ダニエルもう飲まないね。お酒は完全にやめた、俺。酒は身を滅ぼすね。酒飲んでもいいことないもん。頭痛くなるだけだし、高いし、まずいし。酒なんで飲むんだろう。
あるよ。過呼吸を起こしたりとか、うつ病でもう家から出たくないとかあるよ、全然。酒毒だよね。俺もそう思ってきた。酒はいいこと一つもない。寝坊します、遅刻します、すいません、遅れます、分かった、待ってるねっつってそのままバックれるんだよ。ありえないよね。タバコはリラックス効果ある。俺はなんかこう脳がシャキッとする感じがあると思ってる。最近エッチ、先週かな、先週したかな、陽明酒とか梅酒とかな。おお、花火ありがとうございます。パチ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 。今月初花火、アザース花火。逃げは良くないね。逃げられないから人生に。そうだね、明日謝るよ。明日めっちゃ謝る。花火おめでとう、ありがとう、頑張ります。花火してくれた人ありがとう。え、あるよ、マジで。ショックだね。ありがとう。ブラック。サンキュー。これあったかい。ありがとう。うん。貯金箱どこやったっけ。ありがとう、飲んだ。一緒に飲もう。どっちがいい。こっちがある。こっちがあるの。うん。行きづらいよ。超行きづらいよ。俺、手書き派なんだけど、ノートが増えてくと嬉しかったんだけど、最近。いや、ノートはいいと思うよ。パソコンの手書きの良さっていうのあるんだよ。俺ね、本屋さんの良さもあると思ってる。あのね、本屋の良さって何か教えてあげようか。アマゾンの方が便利だし、安いし、ね、楽だけど、実は本屋って優秀なんだよ。それはね、新しい本と出会う確率が高いの。要は書店に行って、雑誌コーナーとか回ったりとか、要は自分が知らないコーナーを俺必ず本屋回るの。そうすることによって自分が知らなかった本とか新しい興味の湧くことに出会えるんだよ、うん、だから本屋はなくならないでほしいの。っていうかアマゾンとかがディスプレイ本屋みたいなのを作ってほしいんだよね。あの、ただそこでは販売はしてないんだけど、ただ棚に並べてあるだけみたいな。だから手書きの場合って他のメモしたこととかに脳が視覚的に入るから、俺はありだと思ってるよ、手帳は。コーラはあんま飲まないかな、俺。コーラあんま好きじゃない。俺は手帳はね、モレスキンタイプのノート使ってるかな。もともとモレスキン使ってたんだけど、2000円は高いと思って、100円均一で買ってるモレスキンタイプのノート使ってる。これが俺のノートだね。仕事とか全部まとめて書いてるの、これ。モレスキンが一番良かったんだけど、生活保護者でノート一冊2000円は高すぎる。いくらなんでも。だからこれで普段メモで仕事のやり取りとかしてるの、こうやって。うん、これが俺のノートです。私は全国の本屋を VR ゴーグルで見て回れるようにしてほしい。ああ。俺は本屋なくなってほしくないけどな。作業所の所長どんな人なの？あのね、作業所って言っても、ただ作業するだけじゃなくて、簡単に言うと株式会社と変わらない。だから、作業所 A 型っていう名前はついてるけれども、一般的な仕事してるから、あの、なんだろう。みんなのが思ってるような封筒の詰め作業とかもやってるんだけど、普通の会社だと思ってくれた方がいいかもしれない。人によって仕事は振り分けられてて、俺はほとんどイラストレーターのフォトショップと、あと俺だけはその動画作らせてもらってるので、ほとんどマーケティングの話とか やらせてもらったりしてる。漢字書けないのは障害ですか、わかんない。俺は小学2年生ぐらいだけ。うん、いや知らん、それは調べて。あの、子供の頃から、あの、未来のカレンダー何曜日とか言い当てる子は発達障害の可能性高いよ。あの、カレンダーが頭の中に入ってる子供っているの。
だから過去の何月何日は何曜日って聞くと瞬時にパッて答えられる子いるんだよね。俺そういう子供あったことあるよ。10歳ぐらいの子だけど、あ、金曜日とか言って、で Google とかで見るとピタッと当たってるっていう。ナマポはやめようと思ってるよ。ただね、簡単にやめられるもんじゃないんだよ、生活保護って。意外と実態知らない人多いんだけど、収入が上回らないと抜けらんないんだよ。いや、本当は行きたいんだよ。大ちゃん、死にたいは言っちゃダメ。本当は行きたいんだよ。生きるより、生きてることが辛くなってるだけだから。光熱費ただになんないよ。払ってるよ、俺。どこの情報？光熱費ただになるとか聞いたことないけど。そうそう、ほっといても死ぬから楽しんだ方がいいよ。死からは逃れらんないから、自分から死のうとしても無理。だって誰でも死だけは平等だから。死だけは平等。光熱費もっと安くならないかなと思ってます。電気止めちゃえばいいんだよ。水道代は割引があるね。ただではないよ。水道代は割引があるだけ。2、300円安くなるだけだよ。そうだね。死は平等。彼女美人だよ。ね。すごい可愛いよ。生きてるだけでいちいち金がかかる世の中に行くさ。まあ、それはしょうがないでしょ。貧乏人も金持ちも、そう、火葬場は同じ。俺は葬式なんてやらなくていいよ。みんなで飲み会開いてほしい。みんなで、和道いいやつだったな、つって。飲み会開い、オフ会開いてほしい。年に1回ぐらい開いてくれたら嬉しいかな。別に死んだらただのゴミだからね。肉の塊だからね。そうなんだよね。本当はね、人間って生きてるだけで幸せなんだよ。空気を吸う、いい女抱く、飯を食うとか、それだけで幸せなんだけど、もうそれがもう標準化されちゃってるから、ぶっちゃけな話、食い物で困ること、ホームレスですらないし、仕事もあるし、空気はあるし。葬式に放送してくれます？いや、俺死んでるから放送できるかどうか、俺の周りの人が開くかどうかだけど、みんなに開いてもらいたいね。みんなに葬式は開いてもらいたい。葬式ナウ。みんな頼むよ、俺が死んだら。ふわっちで放送して。でオフ会やって、みんなで。よろしくね。まだ死んだら飲み会しようね。そうそう。できることが可能なら生きたい人に命を渡したい。どうだろうね。それは無理だな。それは無理だな。人間は業のもとに生まれてるから、そう、それは無理。その生が苦しみだとしても全うしなければいけないっていう。そう、それが本当に、だって動物とかの命食ってるわけじゃん、大ちゃんは。で、死にたいって言いながら人のこと、他の動物を殺めてるわけだから。フラリー横丁、いや、一回しか取材で一回行っただけだよ。千葉の中央駅なんかもう何年行ってないか。千葉時代に行ってないもん。実はね、生きるっていうことと人と人が出会うっていうのはものすごい奇跡的な確率なんだよ。まず精子と卵子が結びつく確率もすごい確率だし、人間って生涯に出会う人って10万人以下って言われてんの。で、
名刺交換とか携帯に登録したりとか顔を覚えたりとかするのって3万人って言われてんの。その中で友達になったりとか親族になったり付き合う人って300人しかいないって言われてんの。これが平均かなの。だから実は300人しか、生涯の友達300人しかできないって言われてんのよ。だから人との出会いとかね、大事にした方がいいよ。うん、実は俺らが出会う確率ってめちゃめちゃ低いから、特にその言語で縛られてるから、日本人のその1億2000万人の中で流動してるわけでしょ。で、100万人ぐらいが毎日死ぬんだっけ ?1 年間で100万人だっけな、入れ替わってくの。1万2000人の中でもぐるぐる回ってるから、実はね、その時代に生まれて、その時代に出会うっていうことは、ほんとパーツパーミリオンって言って、飛行機が落ちる可能性とか、宝くじに出会う、宝くじで当たる可能性より低いんだよ。生まれる、出会うってことは。それをもっと自覚した方がいいよ。この時代に生まれただけですごいから。人類70億人います。そう。毎日が奇跡。その命を無駄に使うか、その命を、そう、ちゃんと使うかは自分次第だから。うん、入る入る。ああ、でもね、インターネットがそれをぶっ壊したって言われてる。インターネットは、その、本来出会うはずの10万人を多分100万人ぐらいに押し上げてる可能性あるけど。でもそれは配信者に限ったことだよね。リスナーさんは俺しか見えてないから。俺からすると俺はその確率すごい高い方だと思うけど。70億人友達になることは可能？わかんないな、それは。あなたって右翼思想ですか？左翼思想ですか？経済で言うとリベラル、要は左翼だけど、歴史観とかで言うと保守だと思いますね。うん、だから、右翼の人とも左翼の人とも仲良くなる。左翼と右翼っていうのは両方とも間違った思想だと思ってる。だから天皇制についてだったりとか、歴史観については右だけど、経済に関しては完全なリベラルだね、俺は。難しい言葉っていうのはあなたが勉強してないで言葉がわからないだけでしょ。リベラルって普通に経済用語だし。別に難しい言葉でも何でもないよ。あなたの自分の知識がないことを恥じた方がいいよ。うん、普通に教養がないだけです、あくびさんが。一般用語ですよ。無知ははずだからね。あ、そうなんだ。閉店してたんだ。へぇ。あ、居酒屋空海まだやってんだ。うん。今は何でもググれるからもう安泰。Google に載ってる情報っていうか、俺は Web に載ってる情報にはあんまり価値がないと思ってるかな。なんで価値がないかっていうと、無料で全員が検索できるから、結局、平均化された情報っていうか、みんなが知ってる情報になっちゃうんだよ。そこに情報としての価値はないっていうか。情報っていうのは、商売になったりとか得になるっていうのはみんなが知らない情報をどれだけ握ってるかなんだよ。だからウェブ上に乗っかって Google 3位以内に入る情報っていうのは平均化されて、要は誰でも検索手に届く状態になってるからあんまり価値がないと思ってる。うん。インスタントな情報なんだよね。知識体系化されて学んだ情報じゃないと思ってる。辞書代わりにはなると思うよ。ただそこに書かれてるのっていうのは誰かが書いた情報でしかないっていう。うん、いや、俺、お客さんです、簡単に言うと。静かな彼女にパフェを。何個目さん、パフェありがとう。ありがとう。
だから知識の平均化っていうのかな、そんな感じかな。オフィスサポートって今もあるんですかね。あるよ。うん、やってるよ。インフルエンザワクチンでググっても両極ある。両極って何？両極？打った方がいいとか打たない。ああ、だからそういうこと。人の意見が書かれてるだけなんだよ。うん、ただ。じゃあこういうことよ。俺が情報役に立たない、価値がないって言ってるのはどういうことかというと、お医者様に行って、すいません、僕インフルエンザかもしれないんですけど、調べてもらえますかってお医者さんに聞いた時にググったら怒らない。ちょっと待って、今調べるからっつって、Google に、熱っぽい、インフルエンザ、薬とか検索したら怒るでしょ。そういうことなのよ。いや、そんなの家でできるっていう。専門家としてはなり得ないっていう。なんで医者が必要なのかっていうと、医学っていうものを体系的にちゃんと学んで、どの薬が処方されるとか、どういう症状だ、どの危険性があるっていうのを、知識的に体系化されてるから、医者としての機能があるわけじゃん。だから専門家にはなり得ない。便利なものでしか過ぎないっていうことよ。俺が。わかる？そう。だから、専門家になり得ない情報なのよ。だから、もう平均化された情報だから、そう。みんながこう思ってるであろうっていう、もっと言うなら、Google の上に行く情報っていうのはさ、みんながアクセスした情報だから、みんながこの考え方いいねっていう、いいねボタンにしか過ぎないんだよ。だから俺は、あんまり、その、なんつうの、社会そのものを観察するツールとしてはいいと思うけど、専門的なものだとは思ってない。かな？そういう感じ。うん、だみんながこの考え方いいねとか、この考え方好きだわって言って、そう、平均化された情報だから、社会を観察するっていうか、日本国民がどう考えてるのかみたいな。千葉スタイル全然ネオヒルズ族と全く関係ないと思うけど、ポータルサイトの運営やってただけだよ。ホイミンかわいいよね、ケインさん。検索上位にうまい儲け話がないのと同じですね。だって儲けるんだったら人にシェアしないでしょ。儲かるんだったら。集客方法の伝授。うん。知識の平均化って別に難しく言ってないと思うんだけどな。うん。和藤さん面白いな。すぐ見るのやめる予定だったら1時間ぐらい見てるわ。あー、嬉しいっすね。ありがとう。千葉スタイル時代大変じゃなかった？大変だったよ、立ち上げはベンチャーだから。だけどね、クライアント結局リスト化できたのは3000件で、クライアントになったのが200件で、千葉テレビとの提携とかもあったから、うまくいってたら上場ぐらいできたんじゃん。当時だったらマザーズとかさ、ナスダックとかあったし、上場基準営業利益1億とか3億とかだから、いけそうだったよ。うん、そうだね。それを先行者利益って言うんだよね。句読点さんが言ってるのは先行者利益。新しく始めた方が利益が取りやすいっていう。経済学用語だ。うん、早い者勝ちってやつね。うん。経済の基本だね。
経済だけじゃないんだけど、ネットの世界でもある。早くからやってる人の方が有利っていう。全く同じ条件だったらね。そこにはほら、ブランディングされた、ね、他のところで人集めてるとか、ね、いろいろあるけれど。基本的には早く始めた人が勝つっていう仕組みだ。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。まだ怪我してるネキさん、ありがとうございます。ランキングはハッチが1位、キャラメルマン2位、クトーテンさん3位です。おめでとうございます。ハッチ1位、キャラメルマン2位、クトーテンさん3位です。いや、今はネットじゃないなと思ってるかな、俺は。うん。だし、ビジネス自体も足洗ったから、俺はビジネスでは世界変えらんないと思った。俺はね。俺の役割じゃないと思った。人にはそれぞれ役割があると思ってたよ。俺はビジネス向いてない。和道さんの役割とは、新しい価値観を創造することだと思ってる。新しい生き方って、ライフスタイルそのものを提示することだと思ってる。国家には作るのは興味ないね。国家反逆罪で日本で国作ると捕まるから。死刑です。国家反逆罪です。だから俺はコミューンって言ってフリーコミューンを作りたいと思ってる。だから、結局、貨幣経済を超えた新しい信用経済だよね。だから今そうなってきてると思うよ。要はお金を稼ぐことよりも、なんか人にいいねボタンを押してもらう方が価値があるとか、サイトにアクセスが集まる、自分自身がコンテンツになるっていうのが新しい生き方だと思ってるから、要は好きなことやってれば金が稼げるっていう。宗教はダメだね。いわゆる配信業を小突きと認識するのは経済右翼で、配信業と認識するのはネオリベラルになるかな。ああ、面白いね。それはあるかもね、うん。そうだね。千葉スタイルだって俺がやってたの22とかだから。初見ですが無理だなと思います。何が無理なの、ノアさん。いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ふんどしマニアさん。ヒッピーの価値観に近いかもね。うん。俺はヒッピーだと思うよ。これ、彼女。うん。ノンタンです。浅井さんいるな。いないか。資本主義の成熟した行き詰まりには、まあそれはね、先進国で今起こってる問題だから、もう先進、だから資本主義古いんだよ、俺から言わせたら。資本主義は古い。資本主義はもう限界来てるから、だから新しいその、お金を持ってたら幸せっていう時代ではないと思うよ。金を超える価値観が生まれようとしてるんだよ。今世の中お金だと思います。うん、それはそれでいいと思うよ。資本主義は崩壊はしないの。ただ資本主義は縮小していくんだよ。だからお金を稼ぐことが正義だと思ってる人は一定数必ず大きなパイで残るから、ただそこから外れる人は必ず生まれると思ってんの。それを救い上げるのが俺の仕事だと思ってる。うん。だから別に世の中金が全てだと思ってる人は一定数残ると思うよ。彼女、辛口さんいらっしゃい。うん。どうだろうね、わかんない。うん。弁当取れたんかね。うん、
NHK でも特集やってた。爆笑問題がパーソナリティで見れなかった。ほーん。フォローまだの人、フォローお願いします。でも、やりたいことやって稼ぐのはいいことだからね。うん。実刑ですよ。執行猶予実刑だから。うん。俺ホモじゃないもん。バイセクシャルでもないし。うん。BTLD、え ?BTLG だっけ ?BTLG じゃないですね。うん。お人形さんみたいでしょ。イスラム教とキリスト教、だから経済で語るか政治で語るか宗教で語るか、戦争はいろんな側面があるから。うん。執行猶予は実刑じゃないですよ。嘘?執行猶予実刑でしょ。執行猶予って俺実刑っていう認識だけど、うん、だって執行猶予中ってさ、刑が実刑じゃないの。俺実刑って教わったよ。執行猶予は法的な概念だよ。一般的な解釈じゃなくて、いや執行猶予は弁当持ちなんだけど、実刑として扱う。だから前科がつくんじゃん。前科がついた時点で実刑だって言われたよ。うん、入ることじゃない。刑が猶予されてる段階だけど、だから他の実刑のことを起こしたらさ、執行猶予のつくじゃん。うん。つまんない。どうした?眠い?寝る?一緒に寝る?寝る?寝て。やってていいよ。ん?やってていいよ。やってていい?うん。実刑とは違うんだ。そう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 。俺の認識だと執行猶予付きの実刑。じゃないと前科がつかないから。そう。確か法的にはそういう区分だと思った。俺は。わかんない。俺の認識不足かもしんないから、間違ってるかもしんないけど。うん。さて、私は誰でしょう?さんいらっしゃい。1ヶ月ぐらい?付き合って。うん。それくらいかな。刑務所俺行ったことないからわかんないよ。かわいい?かわいい?かわいいって。いや、配信やろうかなと思ってるけど。実刑は資格取得に影響出ますが、執行猶予は期間が過ぎれば資格取得規制に引っかかりません。執行猶予は大事なのです。いや、あれだよ。俺、なんだっけな。中小企業診断士の国家資格取ろうと思ったけど、執行猶予中取れないって言われたよ。ペロペロしないで。うん、同棲してないよ。うん。ペロペロしないの。あ、新しいフォロワーさんついた。ありがとう、フォローしてくれた人。新しいフォロワー紹介します。メルタン、ありがとう。また怪我してるネキさん、ありがとう。彼女かわいいよ。拘置所は行ったことあるけど、刑務所はない。俺、拘置所もないんだよね。拘置所いっぱいだったから、留置所だったんだよね。和道四つ目知ったよ。マー君と絡んでたのを見てさ。マー君は今刑務所だね。うん。でももう縁切ってるから、特に。さ、里姉さん、初見さんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。警官に詰められたの。警官詰めるよ。めっちゃ怒られたよ。怒鳴られた。関西弁で怒鳴られた。フォローしてください、ぜひ。里姉さん、よろしく。フォロー大歓迎です。ね。風船プレゼントありがとうございます。たかたかさん、初見さんいらっしゃい。滑舌悪いね、俺。ガチャポンさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。ダメ、パクッとしないの。うん。執行猶予すぎて2年か。うん。
取り調べとなったらあかんよな。本当はダメだね。うん。何メトロノーム並みにブレてるって。全然ブレてないんだけど。彼女できることがブレになるの。うん。うん。取締役に怒鳴られたよ。あ、またフォロワー増えた。里姉さんフォローありがとう。里姉さんメルタンフォローありがとう。嬉しいね。うん。うん、最近先輩たちが和道の話してたっけ？え？先輩たちって誰？誰？怒鳴るのはダメだね、本当。誰先輩たちって？先輩たち。うん。誰だろうね。誰のことを？マイクとかぶる。中小企業診断書は執行猶予切れて2年経てば取れますので覚えておいてください。希望を持って、ありがとう。うん、ゆうこさんいらっしゃい。自分の先輩たちが和道を知ってるらしい。近いうちにリア凸するだって。ちょっと待って、なんで勝手にリア凸すんの。リア凸受けてないですよ僕。うん、コラボの申請はオファー必要っす。うん、彼女はリスナーさんだよ。いや、俺アイテムめっちゃ来てるけど。俺アイテムめっちゃ来てるよね。うん、ねえ。カラクシさん全然アイテム来てるよ、俺。うん、そう伝えとくよ。うん。コラボは、なんだろう。普通に。申請してもらってからじゃないと。今日 5? あ、だってこれもう3枠目だもんこれ。うん、パコパコした方がいいかな。ナマコだよ俺。うん、ゴミおにぎりさんいらっしゃい。全然違う、全然違う。うん。うん。ナオポで結婚できるよ。全然。当たり前だけど。慢性鼻炎なんだよね。ゴムしない。うん、なんでナマポなの？経済的に困窮してホームレスだったからだね。彼女話さなくなった。あ、無口だもんね。うん、揉まないよ。蓄能ではない。うん。もう子供の頃から、過度なアレルギー性鼻炎だね。いや、施設じゃないよ。子供の分も生活保護が出るだけ。和道ってヤクザの名前？そう？そんな風に思わないけど。そうかな。名前何回か変えようと思ったけどね。なんだかんだ和道って名前。最初の頃すげえ言われたんだよ。和道ってなんだよって。うん。でももう定着したよね。うん。
おっぱめてえなって何？おっぱめてえが分かんないな。うん。うん。ロハコさんの家はそんなムズムズしなかったかな。和道会は空手だね。空手の流派の一つだね。うん。沖縄空手の四つの古い空手があるんだけど、そこの流派の一つ、和道会は。どうもどうも、サングラスポテトさん、おはよう。うん、なかなかないらしいね。俺も言われた、弁護士さんに。ほぼ奇跡に近いって。うん、彼女前の子と違うよ、全然。前の子っつっても3年ぐらい前でしょ、それ。3年前の話だよ。ずっと彼女いないもん、俺。リスナーさん、もともと彼女は、彼女は俺のリスナーさん。オフ会で出会った。俺セックスには自信あるかな。うん、多分世の中で一番セックスうまいの俺だと思ってる。仕事は A 型作業所っていうところで作業所通ってます。リスナー食べちゃった感じでもないけど、別にリスナーと生主が付き合うのは別に俺悪いことだと思ってないかな。人との出会いだから。うん、今日やってないよ。さっき来たもんね、配信中にね。肉体労働じゃないよ、パソコンオフィスワークだね。うん、グナイ。あ、バーガープレゼントありがとう、クミタン。ありがとう、バーガー。ありがとう、バーガープレゼント。彼女仕事してる？だって。してないでーす。満足してまーす。おー、お菓子ありがとう、匿名さん。お菓子ありがとう。彼女の最終学歴は何ですか？言っていいの？多摩の美術大学院卒業。多摩美。多摩美の大学院卒。FC2 はやってないよ、俺。確認してもらえた？あ、確認してないわ。後でしておく。あ、必ず送るから。ちょっと待ってて、組田。うん。風俗賞じゃないよ。うん。うん、美術系だとトップ走ってるよね。うん、うん、マー君やっぱ有名なんだね。リアンさんいらっしゃい。タマとムサビってどっちが上なの？俺ね、いとこが武蔵野美術大学行ってたんだよね。同じくらい有名だけど、タマビが一番有名だよね、多分。ムサビとタマビと、あとどこだっけ、もう一つ。東京芸大。東京芸大か。東京芸大が一番上なの、うん、あ、そうなんだ。国立がそこしかない。ああ、あと私立だもんね。うん、むさびの方が上なんだ。いやー、それは、うん、なんでそんなにセックスに自信あるん？なんでだろうな。行ったことない人が行くからな。おやすみ、くみた。何専攻してたの？だって。油絵です。油絵だって。あの、うん、どっちが上とかじゃなくて、学部によって違うから何とも言えないです。うん、
そういう感じなんだ、うんうん、油絵強いところはどこの芸大で。あ、美大で。美大で。美大で、うん、どこがっていうか、うん、そういうなんかやっぱ個人的なあれだからどこがいいとかない。うん。まあ大学行ったことないからわかんないんで全然、うん。配信回ってなくてもこんな感じだね。彼女は34。33だっけ？ 4か、うん。今年4。じゃあ俺の3つ上だね。彼女に今までで一番うまいか聞いてみて、だって。ん？あ、同い年なんだ。ガッツさん。ノンタンと同い年なんだって。彼女はドメヘラですね、うん、メガネ洗ってくるわ。指紋ベタベタで目が見えづらい。バツイチでも子供でも不倫中でもありません。自分に自信満々でかわいそうやな。彼女さんこんにちは。こんにちは。アピーさんこんにちは。一番と言わなかったから今晩は中出しのお仕置きされますね。なんで結婚しないの？別になんか結婚する意味がわからないからです。喋れます。無職の前は何の仕事してましたか？アルバイトしてました。ぶっちゃけ今までで一番じゃない？あ、一番だと思います。席入れるのは、あ、別に席とかなんか特にこだわってないです。シャシ、あ、ちょっとシャシは入ってるかもしれないです。正直に和道のテクニックはどう？あ、すっごいと思います。すっごいです。あ、すっごいです。なんで和道の蜘蛛の巣にかかっちゃったの？かかっちゃったんですかね。それはちょっとわかんないです。子供は嫌いですか？子供は別に嫌いじゃないです。主権さんいらっしゃい。マスクはなんでそのつけ方なんですか？あ、これあの飲んだり食べたりするのに。の、あ、じゃあノエル風っていうことで。和道に守られているんだね。そうですね。こう、んーな生活なのに人
かれるのがわからない。薬、薬って何の薬ですか。別に、こんな生活なのに、あの顔が好みなんです。薬は病院からもらってますよ。お互い愛されたいんだね。波動ってよくどの辺にいる？新宿です。お二人は何の病気持ってるの？特にわかりません。自分はよくわからないです。はい、ネットがもうないな。買おうかな。延長するのにチケット買わないといけないの嫌だよね。うん、14枚に増えた。ポイントが減った。俺はアスペだね。俺はアスペ。同棲してないっすよ。ね。アスペってね、アスペルガー症候群って昔の病名で、今自閉症スペクトラム障害っていう病気だね。ピコ太郎さんいらっしゃい。ウナちゃんマンについて一言ノーコメント。同棲する？うん、住めたらいいね。そうだね、うん。うん。生まれた時からだね。アスペは先天的な病気だから。7万5千円ぐらいかな。時給が上がったんですよ。これネカフェじゃなくて僕の家ですね。今の家ではアスペできない。どういうこと？ツイッターフォローありがとう。
今の家では同棲できない。狭いもんだって、ここ。三男坊さんいらっしゃい。だいぶ前ですね。バーやったの、もう1年半以上前ですね。懐かしいですね。バー配信。狭いよ、めちゃくちゃこの家狭い。真白さんいらっしゃい。ニコ生ね、彼女がね爆発しちゃったの。うん、彼女がね自爆しちゃったから俺のアカウント乗っ取って、だからもうニコ生できない。自爆、要はアカウント爆破、コミュ爆破ってやつのね。そうだよ、ニコ生もアカウント残ってないよ。だからふわっちでメインでやってんだもん。そう、この彼女いいよ、全然。ニコ生やめていいよ、全然。小さいいらっしゃい。なんか、俺のアカウント乗っ取って、俺のパソコンで爆発したの。だからコミュニティが残ってないってこと。ニコ生ではもうやんない。ああ、全然こっち、こっち来てよ、こっち。ふわっちが今熱いよ。ふわっちでやってこうよ。のんちゃんでーす。うん。のんちゃんだよ。爆破とはアカウントを消すっていうことだね。ふわっちのアカウント自体なくなったら、このアカウントで放送できないじゃん。そういうこと。それを爆破っていうのよ。ちゃんと会ったことありません。もう爆発したらダメだよ。はい、絶対ダメだよ。はい、うん。次やったら許さないから。はい。え、マジっすか？ダイユやらないかだって。AV？ え、ダイユって俳優っすか？コラボ全然してもいいよ。え、俳優っすか？マジですか？俳優っすか？コラボ枠。あ、今度やるよ、じゃあ。うん。コラボね、画質が下がるから嫌なんだよね。なんで画質下がるんだろう。うん。今度やるよ。AV？AV やんないよ俺。
あ、出ないっす。AV か。出ないっす。ごめんなさい。出ないです。AV かよ。いやいやいや、見せるセックスはしてないから。ごめんなさい。AV やんないっす。なんだ、俳優かと思った。見せるセックスと、本さんでやるセックスは違うと思う。いやいやいや、いや、いい、いいです、いいです。小島みなみって知ってる？検索してみようか。小島みなみ、有名な人なんだね。綺麗な人だね。興味津々とかやめてください。ニヤニヤしてないよ。いや、一応チェックはしますよね。どんな人なのか。一応見るだけ見るっていう。攻撃2連射きついな。おい、ヨシピコいらっしゃい。いつもありがとう。危ねえ。死ぬ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 。回復に回った方がいいな。回復に回ろう。危ない。あ、つえつえつえ。この回復が終わったら攻撃に転ずる。転ずる。転ずるよ。一気に仕掛けよう。よし。これで勝ったな。あ、やばいかも。ギリギリ間に合わないかな。いけるか。おお、いったいったいった。さっさと寝ろ。なんでよ。スマホゲーム、ドラクエだけやりますね。ドラゴンクエストのね、星のドラゴンクエストっていうのがあって。うん、唐草さん、また明日。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。
明日怒られるな。明日つが今日。お疲れー。ありがとね、いつも。2時ぐらいゴールデンタイムなんだね。すごい人来るね。スマホゲームもでもやめようかなと思ってんだよね。時間の無駄だよね、はっきり言って。うん、どうした？眠いの？寝てていい？うん、うん、いや寝てて、配信終わったら行くから。おやすみ。おやすみなさい。彼女とはディズニーランド行こうかなと思ってたね。俺はそうだね、配信最優先かな。やっぱ配信者だから、ね、配信大好きワドちゃんだから、うん、なんだろうね、配信中毒だよね、もはや。フォローまだの人フォローしてくれると嬉しいです。フォローよろしくお願いします。フォローお願いします。うん、俺は配信愛してるから。それは彼女もよく分かってるしね、俺が配信好きな、そこを尊重してくれるのがいいよね。いざ一人になった時弱ね。誰か、俺が、うん、昨日はね、閲覧アクティブ100ぐらいをキープだったけど、一昨日が200ぐらいキープしてたね。年越しどう、いや僕の部屋じゃないですかね。クリスマスも年越しもあんまりデブショーなんで、僕も彼女もまだ考えてないっすね。どうしようかね、年越し。いやー坊主やだよ。閲覧減るんだもん、コア表になって。特に女性陣が離れるんだよ、印象が悪くなるからさ。うん、いや女の人ってそういうの敏感なんだよね。坊主にはもうしない、普通の髪型でいい。閲覧減るようなことはやるべきじゃないよ、やっぱり。あれ、マイクがない。なんだろうな、ワイシャツだとマイク落ちるな。どうしよう、ネックレスに留めようかな。あ、ここで大丈夫かな。なんでよ、女性リスナーも大事だよ。髪の毛切らない方がいいよね、普通の髪型が一番いいよね。生理的に無理っていう人多いから、女性はそうなったら結構きついんだよね。なんか出会い目的とかではないんだけど、全然。ヒゲにマイクつけとけ。ヒゲ短いよ、結構。整えてるよ。汚らしくならないように長さも整えてる。女、評判悪いっすね。それがね、もう坊主になった瞬間から閲覧減るのがわかるから。リアルにね、半分ぐらいになっちゃうんだよね、閲覧が。やっぱ女性はそういうの敏感だよ。痩せたかな？いや、太ったね。一番痩せたのが2ヶ月前で、2ヶ月前のツイキャス見ると、えって別人じゃんって言われる。見る？サムネ残ってるけど、2ヶ月前の俺の配信残ってるかな？ちょっと待って、探すわ。2ヶ月前激痩せしたんだよね。飯食えなくて結構びっくりされるよ。2ヶ月前の配信がこれかな。超痩せてるでしょ。これがちょうど2ヶ月ぐらい前。なんかどん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 痩せてって、リスナーが痩せた痩せたって言ってて、うん、で彼女と付き合う前ぐらいから急激になんかご飯食べまくって太ったんだよね。
これ多分10キロぐらい太ってると思う。うん、この時の方が男前。ちょっとね、ダイエットしないとなとは思ってんだけど。これが2ヶ月ぐらい前だね。痩せてたら怖い。ちょっと病人みたいだよね。あ、ロハコさんだ。ロハコさんやってる。うん、丸顔だね。でもね、あんまり顔に出ないから、顔に出るときは腹がやばいときだね。今腹ダブンダブンだもん。めちゃめちゃ太ってる腹。もともと顔は丸い方っていうか、この辺がぷっくらするんだよね、うん、体重わかんないんだよね。多分75ぐらいだと思う。75キロぐらい。男は黒髪短髪。でも最近の若い子若い子も30代好きな子多い。あ、そうなんだ。俺は黒髪短髪いいかな。若い頃もヒデみたいな髪の色とか、いろんなカラーやったりしたから、もう悲観だったし。もう髪の色は染めないかな。昔散々やったから。俺身長171だからチビだよ。会った人みんな背低いっていう。171だね。身長は昔から低い。小学生までずっとでかかったんだけど、ダメになっちゃったよね。伸びなくなった。中学生からずっとピターって止まってる。中肉中背。いや、太ってるよ。デブデブデブ。全然デブだよ。全然デブ。ああ、ぜひぜひフォローしてください。フォローしてもらえると嬉しいんで。フォローよろしくお願いします。めっちゃ嬉しいっす。ふわっちで頑張ってこうと思ってるんで。よろしく。フォローはめっちゃ嬉しいっす。フォローありがとう。フォローありがとうございます。チルさんフォローありがとう。チーさんか、チーさんフォローありがとう。ふわっちで頑張らなくてもいいんだよ。配信者として頑張ってほしい。そうだね。うん。頑張るよ。俺もなんだかんだもう4年もやってっかんな。もうさすがに新人扱いはされてないから。結果出していかないとね。俺は結構そうっすね。かそってた頃が長かったんで。
結構一人一人のリスナーさん大事だと思ってますね。宮高さんありがとう。また見に来てください、宮高さん。おやすみなさい。和道が大手になるところを見させてくれよ。そうだね。一緒に頑張ろう。俺も諦めてないから。頑張るよ。今日はリスマングランプリ、ツバニャンが取りそうな。大手の部類じゃなくない？中堅ぐらいじゃないの？大手ではないでしょ。立ち見映画出るか出ないかだから。たまたま運が良かっただけだと思ってるよ。結構見てたんだ。ありがてえな。金梅が撮った。それはあれでしょ、昨日でしょ。1日でしょ。1日が金梅で、ツバニャンが2日目撮るだろうね。1回ぐらいリスワン撮りてえよな。フォロワーの数が少なすぎるんだと思う、まだ。フォロワー多分5000人ぐらいいかないと、リスナー、リスワン上位に常に食い込むみたいなのは無理だね。ひろゆきの番組出ないの？出たいね。ひろゆきさんとは一回話してみたいな。ひろゆきさん憧れの人だからね。一回会ってみたい。リスワンは1位取ると1万円もらえますね、運営から。運営から1万円入る。結構でかいよね。仮想配信者は1万円稼ぐの大変だからな。ほんと配信で金稼ぐってほんと大変だよ。まあ内容だね。昨日の配信なんか爆笑に次ぐ爆笑だったからね。昨日のコンドームはマジで好評だったよ。和道笑ったわ。和道で笑ったわって。不覚だわって言ってたのに。昨日のタイムシフトは爆笑だったね、みんな。ツイッターで見た。うん。放送事故のレベルだって言ってたもんね。そろそろ寝ようかな。じゃあ。俺も寝るわ。みんなお疲れ。ありがとう。今日これで最後の放送にします。また夕方から放送すると思います。多分、こってこてに職場で、多分、絞られると思います。うん、フォローしてくれた人ありがとう。また見に来てください。お疲れ様です。おつおつ。お疲れ。Cさんお疲れ。古代さんお疲れ。ありがとうございました。うん。おやすみ。さて、私は誰でしょうさんおやすみ。メロンさんおやすみ。お疲れ。ハッチお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。